こんにちは。シュータ、ヤッホー。つぶさくん、ヤッホー。つぶさくん、5月終わったから6月だね。うん。6月、いつ会えるかな？で、なんかさ、土日の方が会いやすいんだっけ？平日より。あれ、どっちだったっけ？今日も可愛いわね。拍手を。いや、本当に今ね、今収まったけど、本当にさっきまでずっとね、近所のおじさんがずっとくしゃみしててね、マジでかい声で聞こえて、拍手拍手言って。めっちゃくしゃみし聞いとった。うー、みーちゃん、昨日さトークポートでさ、スクショできるから絶対このポーズしようと思ってたのに、なんかできない。気づいたら終わってた。今日の翔太ファンレベル5になりました。5ありがとう。そこなんだっけ。お、久方ぶりです。おお、おお、お久方。お久方だ。キーキーしてる。この前ね、あそこで見たよ。ね、横浜のミントホールで物販してた時に見てね、元気かなって思って見てた。月田、月田やっほー。キーさん、こんばんは。今日月田嬉しかったよって夢見た。クロさん、こんばんは。結構さ、ちゃんとさ、まとめたでしょ。時間かかったでしょ。しおりの、しおりが教えてとか言うからさ。嬉しいよ。クック、こんばんは。キーさん、やっほー。キラキラ。キーさん、すぐるちゃんいるよ、すぐるちゃん。すぐるっちが。ケイさんの好きなスグルッチ。ムロさん、やっほー。はるー。コルちゃん、やっほー。先日はありがとうございました。ありがとう。31日、あ、違う、5日。全然違った。チキもありがとう、可愛かった。本当？寝てないわ、また。いや、あれ寝てなかった。頑張って来てくれてありがとうね、早くから。嬉しかった。と、セミタンかわいい、ありがとう。ありがとう。みつきちゃん、海賊フェス来てくれないの？かわいいじゃん。ありがとう。今月は後半かな、後半なのか。じゃあ後半に会おうね。そう、6月はね、遠征がね、今週しかないのよ。そう。変わりないようで、元気よ。そちらは元気してる？元気だったら嬉しいけど。嫁もこんばんは。月田ファンレベルが5に上がりました。イエーイ。昨日本当気づいた。やばいよね、本当に一瞬だった。特に1回目本当に一瞬だった。フルントセブンの推し悩んでたの。やっほー。銀河系アイドル、銀河系で面白かった。今日のリプも翔太。5日、ハクン、やっほー。マヨタ、マヨタじゃなかったね、黄色。全然時間かかってないよ。分かりにくいだろうなって思いながら帰っちゃった。え、かかってないの？私のためにまとめてくれたのかと思っていた。とか言って、
やあ、シチ、おやすみ。珍しい、この時間に。はい、これカフェさんハートポーズ。キジネコ、こんばんは。あ、さっき家族フェスの予約してくれたでしょ、ありがとう。明日は違ったけど、しおりじゃなかった。ちいさま、こんばんは。ネオチポ出た。ネオチ、ネオチでーす。海賊フェスオープンからいるよ。あ、そうなの、なるほど。あるの楽しみです。楽しみにしてるね。いつだろう、来週、再来週。体重良くなったよ。良くなったかい。大丈夫よ。大地こんばんは。えなちゃんやっほ、やっほ、こんばんは。で、今日えなちゃんにもらったうんちの靴下、うんちの靴下写真撮ってもたらさ、メンバーにもらったのって言ったから、うんって言ったら、うんって、えなちゃんって言ったら、え、意外ってさ、へーって。お初です、みつさん、こんにちは。あ、でもお初なんかついてない、なんでだろう。実は入ったことあるとかかな。緊張しすぎて終わった後手がめっちゃ震えて、そうなの。緊張してた。いや、本当に可愛かった。本当にいっぱいニコニコしてて、ああ可愛いと癒された、すごく。ダイヤモンドたけしさん、こんにちは。さっきのみーちゃんのアカウントでさ、5分枠撮っててさ、え、みーちゃんが5分枠ってびっくりしたの。そしてさ、みーって言いかけたトモキ出てきて爆笑した、二人で。男ヤンキーって、僕の中のキラー眉からけ、そうだよ。眉パンダお返せ。ふーちゃんこんばんは、やっほー、ふーちゃん。しおりちゃん、しおりさんのためだよ、じゃなきゃ書かない、ただ私なりのだったから。嬉しかった、私のニノが死ぬために、嬉しい、しおりさんのためだよ。ギュン、やっほー、やっほー。楽しみ会えるの本当に、うむうむ。説明とか苦手な感じ、説明って難しいよね。何日って言葉で思いつくのが寝落ちしか、あ、だから寝落ちってこと？どういうこと？私のこと寝落ちだと思ってるってこと？なるほどね。明日渋谷に行きま、え、さっき見た予約フォームで。お疲れ木曜日。ありがとう！フロントセブンは締めを押しと、押しとたい、押しとたい、したい、押しとしたいところです。わ、本当に？ポコちゃんこんばんは。やっほー、ポコちゃん。いっちゃん、いっちゃんじゃん、久しぶりだ。前で2になったよね。いつも可愛いしおちゃんですか。やおやお、ポコちゃん、やほやほ。明日君未来待ってるよ。明日君未来でね、最後から2番目、うんうん、20時45とかめっちゃ遅いんだけど。今日面白、今日か昨日のツイート面白か、なんかすごい会社の、会社っていう会社の人って感じのツイートだった。あの残業、残業のやつ、私かと思ってからトモキやばいでしょとか、しおりも言ったら、え、トモキにみーちゃんだと思ったらトモキ出てびっくりしたっての爆笑してたよ。あと頭光ってた。ママちゃんこんにちは。ラプンツェル、やっほー。ヨアちゃんこんばんは。龍騎だ、龍騎だ、龍騎だ、龍騎だ。龍騎迷ってるんでしょ、石川家。ののちゃんが待ってるよ。とりあえず明日楽しみにして寝ます。おやすみ、スキング。おやすみ。マスター。今日もお疲れ様やで。ありがとう。31日は得点を多かった日だね。だからなんで31なんだろうみたいな。大変だった。ヨアちゃんこんばんは。しおりさんのためならあのくらいはできるさ、あのくらいしか、しかじゃないさ。
あとちゃんと長かった。そう、かわいそう、いたこてん。まだまだやれそうだけど配信ありがとう。ありがとう。あと10分くらいかな、20分くらいかな、全然決めてない。すごく遅くなりすぎないように。たたさん、やっほーやっほー。コキ動画注文した時だよ。そうだ、それだ。31日、なんか小百合ちゃんイコール31日っていうなんかすごいイメージが強かったんだよね。ポコちゃんハートありがとう。なんと明日の午前に犬の T シャツが届くので、それも持っていく。分かった、待って、助かる、それ先に寄ってくるの。え、しおりさ、明日持ってく荷物にさ、土日の遠征の分と月火水木の山口県の分があるからさ、いっぱい荷物をさ持っていかないとと思ってたから、事前に言ってくれると助かる。長袖だったっけ、あれ半袖だったっけ、どっちだったっけ。うんちくんはしおちゃんが好きだと思って選んだ。嬉しい、とても嬉しい。今日やおろずさんのニロさんと配信で初めましてしたのですが、ずっとしおりんとく、そうなんか、なんで、何がきっかけなのかわかんないけど、すごいね、好きって言ってくれてね、嬉しい。なんか携帯のね、ドック画面とかこれもチェキ挟んでくれて嬉しい嬉しい。なんか明日はなんかね、なんとかなんとかさんっていうグループのアイドルさんがなんか、なんだっけ、お話し行きますみたいなリップしてくれた、なんかアイドルさんし、わかん、あまり詳しくなかった。あのフロントセブンはセラピー抜けたから、代わり誰か入るの？うーん、入らない。仕事関係のついはファブ伸びないのでストレス発散でツイートして即消しです。ウケる、ファブ伸びないアイドルみたい。ウケる。でもストレス発散になってるのいいね。リブリブやっほー、リブちゃん、今度はちゃんと私が5分枠取る。そうで、え、なんかさ、なんかなんていうの、みーちゃんに5分枠取ってってさ、すごいアピールしたいとかじゃなくて、なんか単純にだってみーって5分枠でみーたみーちゃんと話せると思った。トモキって、あれあれ声低いなみたいな。ちょっとおもろかった。いちやは、あ、いちさ、ゾウモンだった、こんにちは。ヤホで友達みたいに言ってしまった。おーちぼよ、星ありがとう。きっとライブ行ったら行ったで、しおりさんばっか見て満足するだろうな。めっちゃいいこと言ってくれるじゃん。そんな満足してくれるの、マジやは。悪大官さん、こんにちは。なんで向いてるの知ってる、知ってる、ののちゃんが言ってた。なんか誘っていいのかなって、可愛かったよ、すごい真剣に。待って、可愛いと思って。ののちゃんよろしくね。ののちゃんのこと、7月5日まだ逃走だけど、今までに比べたら半月なんて余裕すぎ。確かにね、あ、今まで6ヶ月会ってなかったのにさ、え、マジ幻の人だったからね。ウケる、マジ大変な時期を乗り越えたね。そしたらまたマイクラの頻度であるとるけどね、1ヶ月に1回とかそんぐらいだったら、なんかすごいいい感じだと、なんかいい感じに行くと1ヶ月に2回やるみたいなイメージ。リアムさん、こんにちは。木肌さん、2度目のおもありがとうございます。そうか、遠征後山口に帰る、そうそうそう、美味しいものいっぱい、え、もうね、いっぱい食べるよって、いろんなとこに行ってね食べる。もうね、すごい3日間4日間のスケジュールが決められているの。何時何分に乗って山口に着いて、これに乗って、ママの車かパパの車か、これに乗ってこれに行き。全部ね、あの決めてもらった、海とかママが言ってくれた。しおりんトークして一緒に発狂してました。え、嬉しい、なんなんの話してたの、
半袖だね。そんな大荷物だったら別日の方が全然全然嬉しい。あの逆に半袖か、そしたら荷物が逆に私服1個持っていかなくていいやって思った今。ラビチよ、ラビチマン。勝利って本当に後輩さんから愛されてるよね。え、そうなのかは分からないけど、ニロちゃんはすごい言ってくれる。嬉しい嬉しい。本当に嬉しい。なんかこんなこんな私のこと、いや本当にこんな私だよ。なんか謙遜とか全くそういうんじゃなくてさ、私って思うよね。トロと違って好き勝手。でもだってもうさ、何言っても何してても叩かれるからさ。なんかそのうちおはようってツイートしたらさ、なんか目覚めるなとか言われそう。いいな。お姉ちゃん声でかいね。一人もね、でかいっていうかね、でも同じお家だからね。いいことよ、声が通るってこと。本当にゆんこさんこんにちは。7月5日にはは神ライブになるよね。ねねね、知るもそういう予感してるよ。超楽しみ。台湾なんとかさん、これなんて読むんですか。これトノさんこんにちは。ピクトさんこんにちは。ウォピーピボさんなんて読むこれ。こんにちは、初音ありがとうございます。よかったらフォローしてください。地元外資は良きだね。あれライブとかじゃないよ、帰るだけ。そう、家族関係のことで帰るそう。でもその帰る、あのついでと言っちゃなんだが、帰るときにやることとか行くところも。IP7773 お、小畑、お、小畑さんこんにちは。おやすみです、白しおりちゃん。何しろしおりちゃんって今日の服は。ね、嬉しかった。快速フェス、え、てかさ戻ってたプロフィール、今日戻したでしょ。そりゃそうでしょ、推しさんのパフォーマンス見て物販で話して嬉しい。でもさ、翼くんもう何回かも会ってるのにさ、全然ぶれないでいてくれてるし。そらくんやっはー。猫馬サムネさんですか、読み方合ってるかな。こんにちは。山口県の美味しいものは何。なんかね、種類とかでもあるけど、何がパッと想像つくだろう。フグとか、なんか結構一番パッと多分有名なのフグだと思うんだけど、なんかフグって結構なんか毎日ってとか、なんていうの、大阪で言うたこ焼きとか全然そこまでの頻度じゃない。全然ほんと1年に1回、1年に2回、給食とか抜けたらね、1年に2回3回くらいだと思うから、なんかそんな手軽さで言ったら瓦そばとか本当によく食べてた。あとは何だ、山口の美味しいもの、ウイローっていうか羊羹みたいな。だから名古屋も有名、山口も有名。山口県民は山口県のが一番美味しいって言ってて、名古屋、あの愛知県の方は、愛知県のあのが一番美味しいって言ってる。それは両方好きよ。やっぱり山口県民としては、まあ、山口県民もねおすすめしたいんですけど、あと実はかまぼこ、萩かまっていうね、萩市のかまぼこ美味しいよ。うん、あとはばあちゃんが作るお吸い物と関東のお仕事に申し込んで移住計画、進めてるから早くうまくいってコンスタントに会いに来て、マジ
東京に住むの？え、CM のために？マジ？移住？うんちゃん、こんにちは。うなちゃんファンレベルが5になりました。6だった。なんかねさん、こんにちは。しながら余韻に浸る最高のおたかつ。え、素敵なこと言ってくれるやん。素敵なこと言ってくれる、本当に余韻に浸ってくれるの、しおりな。今膝の調子が、あ、そうなの、年寄りやんか。でもさ、体がピキってる時って本当にさ、なんかさ、なんかこうただ痛いだけやんっていうレベルじゃ片付けられないぐらい、もうさ邪魔してくるよね、生活を。すごくわかるよ。すごくしんどいよね。金魚の歌の丸とか落ちサビ可愛いよねとか、シネマグラブいう風感動すると悲しい。本当に、もうこの前トゥース見に来てくれたの、トゥースのライブの時。トゥースじゃない、ジャッピオコン。だってライブの後にさ、わざわざジャッピに見に来たのと思って。それは井上でも井上、そう、私井上すごい好きだけどさ、井上とかも本当にさ叩かれて生きてんじゃん、やばいよね。いや、明日後物販よ、はっくん。あのね、うちらまでが前物販じゃない、後物販で、うちらの一個次のグループさん、なんだっけ、次のグループさん前物販だった。だからね、明日物販あるのが10時とか、なんかそのぐらい。ライブが20時45とかで、物販がもうガチ遅。桜汁大曲にしたい。目覚めるのやばい、目覚めてね、おやすみ。でもほんとそのぐらい最近叩かれすぎてさ面白い。のめさん一緒寝てて、おいおいおい、勝利のすべてが可愛いってお話ししても、ほんとにもっと仲良くなりたい。でもニノちゃんリーダーなんだって。めっちゃダンス綺麗だよね、ダンス好き。中さ、ナイトライブジャパンとかのアーカ、あ、なんかさ、バンドジャパンのさ、ライブのアーカイブ見れる、めっちゃ好きだわ。もうね、何十回もね、一つのライブ見るんだけどだけどね、他のアイドルさんとかもね、結構見ててね、あれ好きよ、ヨウさん、イロハニホヘトデレレレレレレやつ、タタ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 の山田ムロさんとニノちゃんのダンスめっちゃ綺麗。え、そうなの、ライブと思った、ライブと思った。なんか処理、え、もしかしてツイート間違えてた。え、どうだろう、ちょっと自信なくなってきた。ちょっともう一回見直す。あ、あとで配信終わった後もう一回さ、会えるの？ぷぷぷぷ。え、ちょっとちゃんと確認し、え、怖くなってきた。なんか自分が間違えてそう。自分の発言に自信ないから。あ、どこまでなのか分かんなくなった。いやー、だだだ。あ、ヘイプリンセス、みんちゃんヘイ。昨日ありがとう DM してくれて、しおりちゃんちゃんと東京に帰ってきてね、ありがとう1週間後に帰ってくる。夏みかんサブレ買ってきてくる、好きなの夏みかんサブレ、美味しいよね、可愛い。夏みかんサブレ好きな、買ってきてあげたい本当に7月はね行こうと思って、あ、東京に。トミーガン、こんにちは。これ石川多分いるらしい。え、マジ、ま、え、一緒、初めて会うじゃんね、そしたら。あれ多分、あれ、え、今週いるんでしょ、今日私は会えないんだけどさ。えんひろさん2度目。ありがとうございます。こんにちは。えんひろさんの名前覚えてる。みちくん、こんにちは。名前より美味しくて。美味しいでしょ、本当に美味しいの。本当に。なんか、山口県のものだからとかじゃなくて、本当に美味しい。
でもそれね、山形県の食べ物も好きだけど、隣の福岡県の食べ物も超好き。本当だ。7月5日の。でもすごくない？え、お願いみんな来て7月5日。結構もう予約してくれてる人って結構じゃなきゃ、ああ難しい日本語、あの、もう予約してくれてる方もね、何人もいらっしゃって本当に嬉しいんですけど、来てください。オンザ、オンマユ好き？オンマユね、なんか人生でやりたいと思うけど、アイドルやる、やってる間もやらないかも。フグ食べてみて、美味しいよ。醤油は生が一番好き。なんかね、ポン酢ジュレみたいなのがあって、それに好きで、めっちゃ美味しい。美味しい。超美味しい。なんかね、味的にはね、なんかね、何出たらいいんだろう。縁側、あ、ちょっとだけコリ、薄くて薄いけどちょっとコリッたてる縁側みたいな感じ。ああ、縁側のちょっとなんか癖強い版みたいな感じか。近いかも、味的にも色的にも。ブレない、割とブレブレな気がしてしかない。何ブレてんの、知らなかったんだけど。えヨッシーさん、こんにちは。ヨッシーアット PM さん、はじめまして。石門通、なんて読むの、あ、もうなんて読むのこれ、通り歩いて UFO 一周、信号見てガチャガチャしてきてるんだこれ。あ、ね、ツイートしてたよね。え、今日さ、ほのかちゃんがさ、ツイートしてた金魚のさ、ガチャガチャ見つけたら教えてください、ここにあったよって。え、欲しいのあれ。え、欲しい。今日のかちゃんにさ、レッスンの時聞こうと思って忘れてた。爪をしおりさん色にしているの。かわいい。明日楽しみにしてる。かわいすぎ。ファンが二人になりました。誰？あ、おーちぷよ。あ、おーちぷよ、ちょになった。くまたん、こんにちは。山口県のラーメンあるよ、ウベラーメンっていうのが。味はね、なんか博多系っぽいかも。なんかね、下関のラーメンとウベのラーメンがちょっと有名かな。うん、美味しい。豚骨だよ、ちゃっかり。塩茶のデカアクス。え、そうなの、いつの、何飲んでるの。なるちゃん、こんにちは。さん、県民賞みたい、県民賞みたい。でもさ、メンバーで県民賞したら絶対面白いと思う。フミングさん、こんにちは。そうよ、しおりんちゃんにたくさん会うためよ。土日休みがいいのかシフトがいいのかめっちゃ悩んでる。かわいい。もう嬉しい。生活に私が関わっているみたいな感じがして。最近は下北沢で俺、緑のおじさんしてます。どういうこと？いつも何色のおじさんなの？ペンペンさん、こんにちは。おたかつ後は結構余韻に浸る。え、でもいいよね。余韻に浸る時間いいよね。最近中学1年生の男の子と女の子がハイタッチしてくれて。え、かわいい。仕事中にってこと？それかわいい。あずささん、初訪問、こんにちは。誰や叩いてるやつ死んで。え、誰なんだろうね。いっぱいいるよ、でも。そのツイートの出演、え、ちょっとやばいね。え、ちょ、違ったらマジごめんって感じ。へぇ。ブリコみたい。ブリコなんだけどさ。ちょっと本当にもう一回確認する。てか、出張読むの少ないみたいな。ココさん、こんに、え、100名もありがとうございます。トッシーさん、初音もありがとうございます。シューマイさん、初音もありがとうございます。しおりさんを見たら飲みながら、今日の笑顔も良かった、目線があって出れたとか。出れてんの、ウケる、可愛いんだけど。ハムヤコッシーさん、どうもこんにちは。タカラさん、こんにちは。今週と来週以上、石川の前には、お、来週あるね。じゃん、よろしく、よろしく。え、マジでパパ暑なりに見すぎてる。私
丸特典でもらって美味しいと思ったけど山口行った時に見つけられんかった。みかんサブレだけなんて、もう一回調べよう。いやあげたい本当に。サクセスとか、みかんサブレ。じゃあラビットの分主人が食べるわ。OK。ウッチーさん、初音もこんにちは。りょうさんこんにちは。あ、一ノ瀬かな。一ノ瀬かなや、美味しい、ありがとう。そうなんかさ、今日あのレッスンのさ終わった後に、あの今日そうレッスンの中でなんか自分のなんかイメージとかを考えてとか、そういう話をねしてたの。向子先生がね、なんか考えてたの、なんか私はどういうイメージだろうみたいな。で考えた時に、なんかさ自分が思うのと他の人が思うの分かんないじゃんとか、勝利推しの意見とさ他の人の意見とかも違うじゃん。知りたくてさツイートしたら、一ノ瀬からがさ直接言ってきたの、なんか2つぐらいだから、ちょっとまとめてリプしてって。カナちゃんいつも面と向かってさ伝えてくれるの。ああ金魚の歌好き、え嬉しい、大好き、ありがとう。ビク、勝利さんに会ってパフォーマンスを見て話をしたいのよ。よかったよかった。もうブレた時にあれどうなるだろうね。翔ちゃんの歌うとこ好き、ありがとう。ブリッコちゃんかわちい。まあサバサバ系女子かブリッコ系女子かって言ったら全然ブリッコだよね勝利って、いや物販が25分おかしいから時間待ってるけど文字が、あやばいやばいやばい、じゃ勝利の子絶対書くのそれ間違えた。物販25分やばいね。寝る前の告知でやり直そう。今日も可愛いね。なんかチャラ男みたい。みやさんこんにちは。こんにちは。仕方ないので食べかけでいいですよ。オッケー。じゃあ帰った月曜日に食べたやつを木曜日に持って帰ってくるから、その次に会った時ね、最低で4日空いてるからしなってるよ。ブリかサバならサバかな、しおり。えでもねマジでね、慣れれば慣れるほどねサバサバするのマジある。えそういうもんじゃん、だって最初はさ可愛い子ぶるじゃん、みんなだって最初格好つけるでしょ。知らんけど。でもほんとそうだよね。だってさラビタンとかはさ別にさぶりっこしなくてもしおりのこと好きじゃん。違うか。明日副反応が出なかったらお出かけしちゃおう。お出かけしちゃおう。待って、いつ打つ、今日明日、お出かけしちゃおう。候補に入れておいてきます。こうありがとう、楽しみにしてるワイルド。候補1ね、候補1。でも副反応やばいのね、なんて3回目。あ魚の話、あ違うか、しおりかと思ったよね。ほらスコット ペレグリンのさんこんにちは。合ってる読み方。コードさん200万、すげえ、やほ200回目だって。なんだっけさっきのリプ、しおりのイメージ、中指だった。これスクショしてもいいよ。あつしさんこんにちは。距離何好きだけど。だってさラビタブリックしたらなんか逆に引くじゃん、なんか。それがさブリッコモードに入ってくる。まあ、わざとやってんだけどさ、これ。わかりやすく弾くのをギャル。どんな勝利も好きやん。やったーやったー。でもハマーって本当に勝利のこと好きだよね。しかも優しい。本当に優しい、あんた。オリカさん、こんにちは。かっこつけたい人生だった？かっこつけてみてよ、今度。しおり、ささやいてみて。しおり、乗せちゃおう。いける。りゅうちゃんさんこんにちは。早くしおりんちゃんと
マブダチみたいに話せるようになりたい。緊張しちゃうね、ミントンちゃん緊張するよね。これが初めて、ミントンちゃんと会った時めっちゃぶりっこしちゃう。相手が女だろうが可愛く見られたいじゃん。でもさ、そう仕方ないよね本当にさ。初見かっこつけるあるある言いたい。初見かっこつけるあるあるか。え、なんだろう、オタクでしょ。一般男性わかんないけどさ、喋ってないか。どうなんだろう、みんな、え、それかっこつけるあるある、オタクじゃないんですけどって先に言う人。なんだろう、あとえ、なんだろう、初見かっこつけるあるある、え、むずっ。こう、かっこつけてんなーって思う時でしょ。え、どんな時だろう。わざと引いてる。あ、そうなの、本当は可愛いって思ってる。達也、何これ、欲しいって何。中指ストーカーってリプラ自己、え、そのさ、ハックがストーカーって来たら、まあそれは納得するやん。達也って誰だっけ。スミちゃんだ。何この星、この星は何だよ。うんちか。そうそう、なんか誰かいた。まあまあ楽しいんだが、すぐるちゃん、しおりちゃんの愛自慢大会来た。そうだよ、ちょ勝って。今ね、毎日伝えてくれランキングだったら第1位、一ノ瀬かなだから。でもすぐるちゃんのリップ超好きだよ、いつもキラキラって。だからそれもキラキラにしちゃうもんね。じゅんくんさん、こんにちは。うんちの靴下、そう、今日も、あ、今日じゃない、もらったやつをね、来たんだよ。えなちゃんっていうね、これから頼む。すごいでしょ、どこで買ったんだろう。しかも一緒に人参の靴下もくれたの。イキリだからクールぶっちゃう。うん、イキってる感じはまあたまにあるけど、あんまりクールぶってる感じじゃないかも。でもさ、人間誰でも生きるじゃん、当たり前だよね。たまごとうさん、こんにちは。どんな時でも何してても何もしなくても可愛い。本当何もしなくても可愛い、嬉しい嬉しい。あ、なんかさっきさ、カフェさんがさ、え、なんかさっきお休みみたいに言ってなかったっけ。コメントないんだけど、なんかさっき吹き出しは見えたのにさ、ここに載ってない。なんで、なんか今お休みって言ってくれたけど、その前にさ、お前さっきしてくれてたよね。なくなった、そう思ったら。あれ、最年長、え、何歳、うん、ヒートさん、こんにちは。人生かわいい、かっこいいつけたことね。本当かっこつけてみな。ウニユズポンさん、こんにちは。お宅が一般男性じゃないって言っちゃったじゃないですか。え、でもそれ一般男性よりお宅のが好きだもんこれガチ。でも若い時バイク乗ってるのはかっこいいと。ああ、え、車は優勝した、そうだよ。カダモン使用しないの、そうだよ、そうだよとか言って。ウケウケウケ。でも本当にこれちゃん毎日言ってくる好きって、これ本当に人生でこんなに毎日好きって言ってくると初めて出会った目の前でわざとブリブリしてる時可愛いで、ちょっと面白いより。やっぱそうだよね、手遅れか。あんだけラビタに向かってさ、ダブビーム発射してもなおやすみ、母さん、おやすみ。さっきなんかいつ来るって言ったよね。でも今日さ、今日ってこんな遅くまで起きたのレアだね。マルチランキングに対抗するの難しすぎるけん、イマジナリーしおりちゃんたら一生一緒にいるけど、え、待って、日本語難しいって。今になりって何？プライマリーみたい。プライマリー。高見な&エリキョン大好き。ミサさん、こんにちは。中野におもし、おもろしろ、おもしろ靴下売ってるけど、うんちあるから、ね。あるの？おもしろ靴下屋さん的な？僕のしおりに対するイメージが、ストーカーなら納得してくれてありがたい。でもそれはそうだよね。自分で言ってるもんね。つけてるよ、あんたのことって。いや、そうだよね。むしろ本当に靴
ストーカーキストあるよね。公式アートルーム続きはウェブデーさん、こんにちは。すごい名前、こんにちは。あ、サイトって書いてある。この人の、この方の初見さんのさ、今プロフィールしたら地下アイドルに特化した総合情報サイトです。まだ読みになっていないアイドルを探したり、ライブ情報もチェックはできます。好きなアイドルの情報を充実させ、アイドルサイトをみんなで育てましょう。ツイッターアットアンダーバーアイドルライブさん。おお、すげえ。ヨーラさん、こんにちは。車もスポーツ系の車乗ってて走り屋でした。走り屋って何？足速いの？すごい。よし、おやすみ。ありがとう、今日初めて来てくれた方だ。ありがとう。よかったら、しおりちゃんが見たかったかね。かわいい、起きてたの、もしかして。かわいいんだから、あんた。大崎ラブビームじゃん、まあ、それはそう。はかねの岬コーナー、詰めてた時やる。なんそれ。たかたん。これ、岬じゃないね、多分。なんて読むの、これ。山、峠コーナー。イマジナリっていうのは想像上ってことなので、僕の隣にいる妄想のしおりちゃんのことです。なんで想像じゃないよ、毎日同棲してるじゃん。毎日同棲って日本語やばい。同棲してるじゃん。でもツイッター上なのだ、きっと明なのはありがたい。本当に GPS とかつけててやばくね。達也さん、初音もこんにちは。達也こんにちは。最近藤原達也さんっていう方と縁があって、水分に襲われております。ダメだよ、寝たら。なんちゃって。ピーヤホーで、ケイちゃんとピー一緒に来た。一緒に来たの、友達だから。本気ラブビームだったらちゃんと答える。分かった、いつしようかな。じゃあ漆、漆じゃない、金箔、金箔コーナーしながらさ、ラブビームするわ。金箔、緊迫しながら、石川の時。アニメの、アニメの頭文字 D。 なんそれ、知らん。なんそれ、知らん。 GPS つけられて困るところには行ってないから別にいいけど、ドルがオタクにつけるのはあかんね。ドルがオタクにつける、そうだね。え、やったことある人いるのかな。でもさ、本当にありそうだよね。あのさ、お宅がさ、くれたぬいぐるみに入れるとか、本当ガチありそうだよね。なんかさ、ネタにしてるけど本当に気をつけないと怖い。最近もらったのはハマーのドラえもんだ、気をつけないと。え、一番怖いのはさ、手作りのぬいぐるみだよね。ガチ怖い。何が入ってるか分かんなくない？髪の毛とか入ってるかもしれないし。みゆちゃんさん、こんにちは。イニシャル D、 なんそれ。イニシャル D 絶対忘れるかも。それもそう思う。分からんよ、忘れ、忘れかけてた時の上水くん。ピーン、なんかね、ちょっと狭いらしいよ、作るとこ。楽しみだね。お洋服とかも決めないと。まあ、まだまだ先なんだけどね。そうだ、明日の17時まで皆さんよろしくお願いします。石川出身までだったわ。ゼンリー入れるかね。なんだっけ、なんか見たことある YouTuber がなんか作った時、ゼンリーなんだっけ、お互いの位置情報が分かるやつみたいな。でもさ、そういうの入れててもさ、別に位置チェックしなくない、どこに見えるかとか。なんかたまにさ、帰りが遅くてとかならさ、使う道分かるけどさ、ずっと見なくない。明日でいいよ、ウェブスカイ任せろ、任せろとか言って任して。じゃあそのドラえもん確認して、やばい、ぶん殴ってさ、確認しないと。おちぽ、おやすみ。チュチュだけどハート割ってる。プリ太郎さん、こんにちは。遠隔操作で動いたらどうする？え、何が？ドラえもん？え、プレゼントが動いたらってこと？え、あるのかな、本当に。プレゼントは確かに注意が必要。やばいよね、プレゼント。
怖いよね、もしそういうことあったら。もう想像もしたくないけど、やったらどうなんだろう。もうそう思ったら、なんか今まで本当にやばいプレゼントされたことないか。え、なんだろうね。行けたら行きます、待ってます。え、明日待ってますとか言って、え、マジでもね、書いてあったもん予定のやつに、仕事終わったらって書いてあったの見た。イエーイ、待ってる、明日遅いけど1週間で7食チャレンジしてみて。何する7食チャレンジって、何7食チャレンジ、何の色。見せた。でももっとワクワクしたいと。確かピーチションプレゼントしたことあるけど、ピーチションって何。ピーチションって何。逆に近くのコンビニのお菓子ならある意味安心。わかんないよ、ピーチジョンで下着もらったの、え、やばえ、おしめんにプレゼントしたの。もらったら引くかも。おじさんこんばんは、かわいい。あ、あ、一人で全部売らした、あれかわいい。それはそうだ、久しぶりすぎてわからんな。誰かそれはそうって言わないと。かよい、笑すぎて今日も残業太郎だったから怪しいじゃん。頑張ってくん太郎とかちゃんとかつけるからくんつけてみた。頑張ってくん、欲しい。何が欲しい、ピーチジョンそうそう、え、推しメンどんなさ、それ、え、どんなさ反応してたの。ごめん、ちゃんと引いてごめん。え、サイズとか分かってたの。え、それとも、それとも逆になんか例えばこう G カップ G の80とか言ってそれを買ってきてって言われたってこと。そうならのお買いのお使い指定されたなら、まあ、え、全然サイズ違ったらどうする普通に聞いてみた。欲しい、何を。山口で渡したアクリルボードは重すぎたなって反省でした。え、重すぎくなかったよ。重すぎかったら重すぎたって言うもん。重すぎくなかった、本当に。そりゃそう。あ、ラビタン買った。え、田中が施設を見せに来た。田中聞いて、来週無理無理に会える。お下がりを要求されたこととかある。お下がりを要求、あ、ちょうだいってこと。でもハックのパンツはずっと要求してる、パンツ見せろって。それは卒、それは卒。エリチさんこんにちは。それはそう、鈴木それはそう。渋谷109に買いに行きました。その時キムタクは今日の13さんがプレゼントしたそれキムタクだからじゃない。マーシーさん発音もありがとうございます。サイズなぜか教えてくれたの。マジ、よちこんばんざい、こんばんざい。しおちゃんのサイズ、しおちゃんのサイズは何て言うかな。なあ、小島さんこんにちは。見せろじゃないよ見せろ、一回しか見たことない。あさとしさんこんにちは。こんばんは、マシ、こんばんは、来てくれてありがとうございます。面白い。まあそっか、
それならしおりさんに見て問題ないものをオープンにして渡した。あ、どっちでも嬉しいよ。そんなに良かったプレゼントは探してる時間も、え、そうだ、なんか結構最初プレゼントのそのものも嬉しいんだけど、その過程が一番好きなんだよね。過程かけられた時間、考えられてた時の思いみたいな。その時言って大丈夫？ A4 違う B5 え？B5 ってノート、ノートね、処理方眼紙、方眼紙。キムキムさんこんにちは。上から120ドラえもんです。それ129違うよ、上からね、うん、25183に小料理やバベの要求してきた人、昔いたからまだれる。でも知らない。こうしてお母の道に導いてる。ゆうちゃんさんこんにちは。これ一番面白い。僕はビール。面白い。ビール一で処理が多分自撮りに使ってる。面白い。受ける本当に。メタもね。やめろ F だって怖い。なんかみんなの知ってる。ちょっと用意中いい人物だなポコちゃん。に。ベーゴマみたいな。ありがとう。嬉しい。ユリンチこんばんは。やっほーユリンチ、おいしそう、おいしそうだね。まあ、ユリンチってご飯になるけどね。さコンミママさんこんにちは。フンスさんこんにちは。でも下着プレゼント OK なの。下着プレゼントがいいか悪いかっていうのはまあ書いてないけど、自分の推し面が他のお宅から下着もらってたらどう思う？上野莉子さんこんにちは。どうもありがとうございます。あと5分くらいにしようかな、この配信。お水もなくなっちゃうしさ。小島さんこんばんは。こんばんは。前の履いてるのあげるよ。なんでも本当楽しみにしてるね。上野莉子さんフォローしました。ありがとうございます。上野莉子さんメダル収集人さん初音もありがとうございます。面白い本当に今日の。じゃあまずゆうみちゃんにプレゼントしてから、ね、絶対やめな。下着プレゼントは絶対やめな。これが今もう全部冗談だったらいいけど、冗談じゃなさそうだから本当にやめた方がいいよ下着プレゼント。それは下着プレゼントされたら絶対に嬉しくない。僕の推しメンの非公開3サイズを他のお宅してたら何回だろう。推しメンいないけど非公開3サイズ、逆にさ3サイズ出してる人の方が少ないよ。何もおもろいこと言えなくて悔しい悔しい。みんな面白いごっこしてるでしょ。やっぱりそう、やっぱりよかった気づいてくれて嬉しい。面白そうなもの見つけたらお土産持っていきます。待ってる、ありがとう。じゃあそばさくはあれだね、6月会える日に決まったら教えて。クリスタルきれいさん、そう処理が一番好きな水、なんで好きか分かんない。なんで好きなんかと言われると理由はないんだけどね。花太郎さんこんにちは。うん、傭兵だ、ヤッホー。いなく会えるの今回は。最近真似してその水買ってる。え、かわいいミントンちゃん。しかもね、いいところは、ね、量が多いことだよね。なんか500だとさ、少ないじゃん。700だから。とてもいい。いつもプレゼントはポール&ジョーのリッププレゼントするけど、うんうん、ポール&ジョーのリッププレゼントするの？すごい。女じゃん。その
選択が。アイドルにプレゼントがほぼしないから、アイドルにプレゼントとかほぼしないから知識が乏しすぎた。でも別にプレゼントしないといけないとかないしね。トリマのプレゼントはいつ行くか公開すること、え、そうだよ。そうだよ、プレゼントもらえるのも嬉しいけど会えるのが一番嬉しいからね。これガチ。リュウキ、ただいまおかえり。ゴンさん、タツオもありがとうございます。こんにちは。指輪あげるね。どこで買ってくんの？ガチャガチャでしょ。え、おはちょっと次会えるのは7月5?今回は欠席です。またね。欠席、わかった。じゃあまた会えるときに。ポコちゃんも水のクリスタルガイザー好き。美味しいよね、クリスタルガイザー。それさ、イロハスとかってさ、ペットボトルがくしゃくしゃじゃん。なんかし、手の力強いのかわかんないけど、飲んでるとさ、こう潰しちゃってさ、出るんだよね、顔から。あの顔から口から溢れちゃう、ボーって飲んじゃってさ。だからこのぐらいちょっと固めの容器じゃないとちょっと厳しい。ガリガリ君のスモモ味美味しい。そうなの？食べたことない。ないしょ？うん、ミストフェス会えるのかなとか思ってたんだけど。そう、じゃちょっと今さ軽く告知すると、明日は渋谷近未来会館で夜20時45分からと、とじゃないで、明日明後日、明日明後日じゃない、明後日し明後日土日が名古屋、名古屋でミストフェスに2本ずつ、1日2本ずつ兼用文があって、で月曜日から木曜日までが私帰省するので、ふみちゃんと山口にバイバイ。その間もライブがあるんですけど、その2回かな、ちょっと出演なしで、からの6月、あ、そうだ、その帰ってきた来週の土日の10、17、18、19が一応ライブ、めっちゃ頑張りたいライブなの。これ絶対来てね、みんな。来週の土日の都内、都内っていうかライブ来てください。でからの杉氏からの、からの超大事、超大事、7月5、7月5日の海賊フェス来たね、来たね。急な告知でした。ガチペアリングくれよって言われたことあるけど、あれ意外と他のお宅に気づかれないもんだね。それだったら絶対気づく。おしめんの指、え、険しくない？つけたら指にもよるかもしれないけど、7月31確か大阪、そうそう、30、31、それが遠征メンバーに選ばれたら7月31は大阪が、え、7月めっちゃ遠征多くてね、2週目が石川でしょ、3週目と4週目もね、遠征だった気がする。1週目だけ違ったような気がする。確かいけるか分かんないんだけど、そんな気がします。花帽子おりさん、こんにちは。君とのスクショとともにリプします。え、ありがとう、教えてね。教えてね。トムキ、やお兄ちゃんかと思いきやの、トムキからの、からのトクポのお礼伝えず寝落ちした、ありがとうムキ、ありがとうムキ、昨日面白かった。さっきみーちゃん来てくれてたから話してたんだよ。昨日めっちゃ話した。そっか、またしおちゃん写真撮る。そうなの、今週の土日ね、遠征行ってるからね、会えないんだ。そっか、なんか先週っていうか遠征の時なんかいつもさ、その時の都内がちょうど写真撮影なんだよね。撮影好きだからさ、あぴーん、しおちゃん休みしてください。いいやん、ありがとう。じゃあラプンツェルは7月5日のある日までおとなしくしててね。19日ならいけるかも。本当ですか？ぜひのね、ロックフィールドさんのライブが頑張れてるんです。めっちゃ豪華なんですよ。撮影写真からのぽいぽいぽい、少しそれ。あっちゃん、初オーム、こんにちは。神宮寺伝子さん、初オーム、ありがとうございます。よしくんの、よしくん、よしよし。違う県の遠征ないの？
あるかもよ。分かんない。なんかさ、ちゃんと7月の末の大阪のやつはもう出とるよ、そのライブ情報がね。やけん言えるんやけどね、他のね7月のやつはまだ情報解禁がされてないか言えないんだよね。そのどこで何があります、いつ何日ってやつはね、匂わすことはできるんだけどね、情報言っちゃうとです秘密だからねちょっと難しいよね。7月末まで会えないのか、早く会いたい。7月末に会えるのじゃあ大阪、おお、行けることを祈ってる。しおりが、しおりん昨日夢出てきたので今日も夢で会おう。いいよ、何する、ドッジボールしよう。ミストベースって今週、そうだよ、この土日、明日、明後日今週なんだよ。なんかちょっと遠征久しぶりな気がする。遠征行けないけどね。そう、7月ね、うん、何日かだけでもちょっと言っていいか聞こうかな、どことは言わなくてもさ。パルさんこんにちは、センキュー、おやすみ、はーい、おとなしくしておきます、うん、いい子よしよし。エリオスさんこんにちは、この前のフロントセブンのお披露目ライブは行きました。あ、そうなの、知らなかった、嬉しい、来てくれてて。しおりちゃんと夢でカバディって何、何それ、こうちゃん、たかちゃん、どっちだろうの妹さん、弟さんだった、こんにちは。これからはふみしおささで予約回していくわね。ありがとうございます。いつまでも宇宙食堂の魂が嬉しいです嬉しいです、本当に。なんかまあ本当になんかグループのこと応援してくれてて涙です。ルプンツェル、あざす。しおちゃんにまた顔覚えてもらえるようにしないとねありがとう。そろそろ沖縄の気分とか持ってきて行きたいね。沖縄も行きたいけど北海道も行きたい。一番行きたい私は北海道やったねさん、初音もありがとうございます。サザエさん、初音もありがとうございます。今のところ7月は3回ほど参加です。そんなに会えんの、これよかったね。いつだろう、僕は新潟、あ、いいね新潟、わ新潟いいね。なんか3年前くらいまではさ、毎年とか1年に2回とか言ってたじゃん、ガタフェスとかの学祭みたいなやつとか言ってたもんね。 BJ ゲームね、嬉しい、そんなに来てくれるの。カバディ、何する、歌認知切れないで、またクソリプス、レイクソリプいっぱいして、全然クソじゃないけど、その時全員チェキ取りたかったけど4人までしか取らなかったからまだ並ぶ時間なかった、あの時なかったよね時間ね。茨城もお願いします、お願いします。じゃあラビタの実家ツアー、日本満喫ツアー、名前そうなっちゃった名字そうなっちゃった、ダメだよ言ったら。ジンギスカン知ってる、北海道だ。あとでスケジュール超 DM で送る、送って、嬉しい。てか今持ってくる、スケジュール帳持ってきて、写真撮って。海賊フェス前にも行ける日やったらまた予約するね、ありがとう、嬉しい。地元横浜ライブお願いします。横浜ライブめっちゃあるよマジでめっちゃやってよ、先週もめっちゃ多かったし、もうど先週のね土日はもうほぼね横浜しかいなかったみたいなもんだから。茨城だとどこになるんだよ、どこなんだよね。前にね1回だけね行ったことはあるんだけど、全然覚えてない、場所の名前覚えてない。ラビタどこだっけ、あそこどうしたの、可愛い髪型、可愛い髪型って言ったら中指飛んできた間違えた立てられたかー、見て、どうだね去年消えちゃったの悲しいから、主催者頑張ってほしい、なんか大変そうだけどね。なんか去年あったよね、本当は。ちょい北海道あったんだよ去年本当に、やったー。しかもその時もさ
遠征メンバー慣れてたからイエイイエイイエイってなんか消えたんだよね1ヶ月前ぐらいに。あれれれれ実家ツアーそっか1個しかないから実家ツアーって言いたかったけど、おやすみねしおりちゃん、チユチユのったなんかチユチユ確かにそうだねって、去年消えちゃった。あ、これだ、この前ワンマルーム行きましたけど、右のほっぺはね振られたかもしれない、誰かに振られた。え、どうしたの右、え、てかねニキビね、ちょっとちょっとぷくってるよ、見てぷくってるよ、どうしよう、でも口までに直さないと。笠間だ、はあ、よく覚えてるね、笠間だ笠間。タツさんこんにちは、勝利7月は5日21日22日モデル、え、ちょっとクスクスしとこ、え、そんな会えんの、やば、楽しみだけど。ちょっとちょ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 、笠間か、すごいバタバタしてた、そう、ワンマンもねバタバタしてた。サンドラさんこんにちは、布団に帰る、住んでる住んでる、かわいいね、ごめん、そう売った実家あるから 2か所2個か、じゃあツアーできるやん、日本ラビダンツアー、おいでーさんこんにちは。ということで今日は配信をもうそろそろおしまいにしようと思います。明日のライブは渋谷近未来会館にて20時45分から25分枠となっていますので、ぜひ遊びに来てください。あと7月5の海賊フェスはもうぜひ来てほしいです。もしよかったらね、あの勝利アークで来てほしいのと、フォームにお宝石賞で書いてください、すごく嬉しい。ええ2時半なの、え、ごめん、え、やばい、ウケる、それは、え、ウケ、おわち振ったから、え、お振ってないけど転職前の仕事茨城で飛び込み営業してて、笠間も、あ、そうなの、へえ、そうなんだ、ちょっとしてたんだね、お疲れ様です、ありがとう、ということなんで4月もよろしく、え、よろしく、超楽しみになった、またね、2時半起きる、やばいやばいやばい、しおりちゃん配信ありがとうね、ありがとう、マッサー、なかちゃんさんこんにちは、ダビトンお疲れ、ありがとう、明日会えたら嬉しい、ぼよめみたいな、ちょっと福くん休み、ふーちゃんお疲れ様でした、ありがとう、あ、今日のふ、時間見てなかった、全然何も見てないよ、あと4時間半後もおじいちゃんに起こされるの、草練り朝ごはんだ、7時の朝ごはん、しおりもおじいちゃんに7時に起こされた、ラブアチュラーしみ、配信ありがとう、ラブミントちゃん、今日本当に嬉しいこと聞けた、リブちゃんおやすみぽよ、おやすみぽよちゃん、ぽよちゃんだよ、お疲れ様でした、おやすみくるね、ありがとう、つぼさ明日も仕事頑張って、おやすみすぐるちゃん、あえたら嬉しい、おやすみあたら嬉しい、バイバーイ。鈴木、バイバーイ。